おしゃべりして。おしゃべりにつきあってくれ。おしゃべりに付き合ってくれるのかい？じゃあたっぷり5時間いやです。皆さんおはようございます。ただいまのアイラトーン時刻は2022年7月4日月曜日の午前11時49分です。今日はレイジさんが行商にいらしてますよ。植物の種や苗をお求めの方はぜひ広場にお越しくださいね。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。今日はレイジくんがお店を出しに来ているということなんやけど、あれよね、パニーさんの島にはまだレイジくんのお店はなかったんよね。え、取り扱うんやったよね、確か確かこれ野菜って書いてるね。なんかこの間のさ、つねきちのお店から初めて思ったけど、なんかいろいろと読めるものあるね。あ、でもあれか、この豆粒のとこでも結構読めるのあったような気がしなくもない。ここパーセントしかわからんなえ、なんか前にあったよね、なんか読めるやつ、何やったか忘れたけど。それじゃあ、あ、そうよ、博物館は行ったわ博物館は行ったわ。もうあそこの布みたいなのって前からかかっとった、あれかな、新しく変わってからこれかけたってことかな。なかったよね、前まで。化石に魚に虫、誰か飲みに来たりしてないかな。ということで眠ってる風太くんを無視してカフェ誰も来てね。これ絶対さ、この辺のカウンター席に誰か座りに来ると思っているんだけど、来ないのかしら。この辺の絵ってなんかさ、現実の絵とか参考にしとんかな。なんか右側の手ちょっとひまわりっぽくもあるけど違う。常吉のところにちゃんとあるもんね。よいしょ。コーヒー一杯200ブレですけど、いかがです？お願いします。かしこまりました。てかさ、前に植えた葉には、え？どうなった？え？どうもなってなくない？なんかなった？え？なんかもしやなくなった？冷めないうちに入れたてをどうぞ。なんかさ、前までみたいに、コーヒーの種類とか選べんくなったんやね。格別。さすがはこだわりのマスターブレンドだ。メニューこの一種類だけなんかな。あ、でも一応後ろになんか紙パックとかいろいろあるけん。子供でもジュースとか飲める感じか。ありがとうございました。ちょっとした雑談ぐらいしてくれよ。いらっしゃいませ。それだけ。よし、それじゃあちょっと、埴輪を確認しよう。埴輪を確認して、ジョパニーさんの島にまた新たな店をね。ふぅ。ねえ、みんなもさ、カフェにいろいろ飲みに来ていいよね、ハンナちゃん。よ、あら。よ、あいな。近いのに声がでかい。どうだい？気合入った？だってね。おしゃべりして。おしゃべりに付き合ってくれるのかい？じゃあたっぷり5時間いやです。嘘嘘、冗談だって。だってね、5時間のおしゃべりは長すぎるビビる。それは私家のさ、左側に植えたはずなんだけど、もう何もなってないね。え、これって見た目になんかわかるんかな、それともこれで掘り起こしたらなんかなっとるとか。は、ど、ん？かけらじゃなくなっとる。ベビーハニワを掘り出した。かけらじゃなくなっとるよ。え、ちゃんとしたハニワになった。どういう仕組みえ、どういう仕組み。ベビーハニワとか絶対かわいいやん。ポーンハニワを掘り出した。土の中で一体何が起こってるんだトギハニワを掘り出した。全部違う種類やね。
並べてみようっと。ベビーハニーは、あ、かわいい。かわいい。眉毛つながっとるけど。そしてポーンハニーは、じゃん。なにこれ、宇宙人みたいやね、なんか。なんか腰身のつけとんやけど。はい、トゲハニーは、じゃーん。これさ、全部このサイズ？全部ちっちゃいね。え、前までさ、なんかそのシリーズみたいなんで、いろんな大きさなかった？トゲハニーは可愛いな。あ、私この中でトゲハニーは一番好きかも。可愛い可愛い。え、めっちゃいいね。ハニワたち超可愛いやん。いや、いいわ。てか、ハニワ、なんかあれよね。前まで、飛び盛りの時のハニワに比べて、なんか個性が出てきたというか、ハニワっぽくなくなったね。うん。いや、可愛い。めっちゃ可愛い。ペットみたいじゃない？ちょっとした。前までってさ、そのシリーズ、いろんなハニワシリーズあったけど、でも全部なんかちゃんと、ハニワの顔って感じやったんやけどさ、なんか今回全部っぽくないよね。可愛くて良き。待って、飛行場はどこだったかしら。迷子になりよった。今回ハニワは各1種類ずつなんかな。大きさが全部一番ちっこいサイズぐらいじゃなかった？はい、ファニーさんの島にお出かけしたいです。ラジオです。では、どちらに行かれますか？パニーの島へ。パニーの島ですね。ラジオです。早速出発してやりたいこうと思いますが、心の準備はよろしいでしょうか？出発。はい。受けてまわりました。キャプテンロドリー、キャプテンロドリー、フライトよろしくどうぞ、コピー。ラジオ、いつでも OK だ。では、良いフライトを。グッドラック。なんかさ、ツアー、島のツアーの方もさ、定期的に行きたいと思うんやけど、何種類ぐらいあるんかな、行き先。多分マスターのところは固定やったんやろ、あれ、イベントで。それ以外はね、おー、来てる来てる、アルパーカス。やあ、皆さん、リサさんとカイゾウさんのリメイクショップがオープンしたよ。リメイクしてくれるんやね、ここで。この間は素敵な写真を撮ってくれてどうもありがとう。改めてよろしくね。お、これはあれか、やっぱその時期によってコメントが違うってことかな。ちょうどこの間のジューンブライドが終わったけん、私たちはここでリメイク専門のお店をやるの。カー君の手にかかれば何だってリメイクできちゃうんだから。へへ、よしやい、リサッチ照れちまうぜ。今回は最初から起きとるね、カイトくん。お前には世話になっちまったからな。普通じゃリメイクできない家具も、俺っちがバッチリリメイクしてやるよ。普通じゃリメイクできない家具？あ、要は自分でリメイクできんやつってことか。確かリメイクとかできたよね、自分でも。え？じゃあ何？基本的に全てリメイク、そこまではいかんかな。してくれればいいんやけどな。いやー、二人は相変わらず仲が良くて、見ているこっちまで照れちゃうね。それじゃあ私はこの辺で置いてまするよ。二人のお店をこれからよろしくね。わー、できたよ。あ、てかあれよね、募金を集めるハニワくんは今まで通りな顔なんよね。ちょっと今思ったけど。あら、イロさん、この度はいろいろとありがとう。おかげでこんな素敵なトレーラーでカー君の仕事っぷりを見れるなんて、これからますます楽しくなるわ。改めてよろしくお願いします。君も挨拶しろよ。何リサちゃんだけ話させてるんだい。よう、このトレーラーなかなかいい感じで気に入ってんだ。改めて礼を言うぜ。ありがとな。これっちにしかリメイクできないものもあるから、どんどん持ってきてくれよな。いいね。今なんか持っとったっけ。マスターの写真しか持ってなかった。それはさすがにね、リメイクとかできんね。ここは誰だったかしら。おはようございます。ただいま自然を豊かにする園芸のエキスパート、あ、今私の島にやってきているあの子だね。をお招きするための募金をしております。
目標の10万ベルに向けて現在2800ベルの寄付が集まっておりまひ。目標まであと9万7200ベル、1ベルから受け付けておりまひので、ご協力よろしくお願いいたしまひ。お、なんかまたちょっと募金されとる。9万7200円ね、オッケー。9万7200ベル。9万7200ベル募金いただけますか？はい。おかげさまで目標の10万ベル達成いたしました。オープンを楽しみにお待ちくださいまひ。さあ、これでここにレイジ君が。やったー、募金が目標の金額になった。イエーイ。あと何箇所？あとここと、ローランめっちゃ座っとんやけど可愛い。休憩中お客さんも来ないし、みたいな。めっちゃ可愛いね。こういうとかも見れんくない？あ、ローランのなんかすごいおしゃれよね、全体的に。よき。で、ここもあるんか。あと2箇所？なるほどね。あと2箇所。あと何と何だ？ここは、停止してるのは分かってるんだよ。何かを聞きたいんだ。何かを聞きたいんだよ。あと、行商に来るのって誰？ケイトさんとかは？もあるか。え？あるんかな？ないんかな？わからん。一応、島に、エイブルシスターズはあるもんね。ケイトさんだけ別でここになる、出すってことはないか。じゃあ、今日の髪型を、お願いします。あら、皆さんいらっしゃい。ちょうど試してみたいヘアアレンジのアイデアがあるわ。興味があったら試していかない？お願いします。オッケー。じゃあ、この椅子に座ってちょうだい。あ、頭にかぶってるものは外してからね。さあ、今回はどんな感じになるか。それじゃあ始めるわね。めちゃくちゃ乱暴、いつも通り。お、あれ、ただのお団子かと思ったら、下の毛は残っとった。はい、できたわよ。うんうん、とってもいい感じね。どう？このアレンジは気に入ってもらえたかしら？まあ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 。よかった、気に入ってもらえたよ。何よりだわ。このアレンジ、ぜひ覚えて帰ってね。それじゃ、お疲れ様でした。個人的には前髪があった方が。新しいヘアアレンジを教えてもらった。姿見やドレッサーがあれば好きな時にメチェンできる。でも帽子かぶったらいい感じな気がする。この後ろ髪の感じは結構好きかもしれない。わかる？帽子かぶってるけどわかる？帽子かぶったら前髪、やっぱいるね。前髪あった方がいいね。ねえ、くじお願い。これはこれは、どうもエラさん。ようこそいらっしゃいました。ささ、どうぞ。ここも東西の珍しい品ばかりですよ。じっくり選んで決めてくださいね。え、違うよ。くじがしたいんだ。素敵な景品が当たる稲荷くじ。空くじなしで1回たったの500ベル。今日の運試しにやってみましょう。はい。これはあれなんかな？手持ちの小物だけなんかな？今んとこ全部そうな気がするけど。どれどれ？あーっと出ました !30 番景品はなんとカラフルスティックライトです。ほら、やっぱり。全部そうということか？一体何種類あるんやろ？いや、もういいです。ほな、また引きに来てくださいね。どれ？これ？いや、違うな。これか。カラフルスティックライト。色変えれる。あ、変わった変わった。黄色、緑、青、紫、ピンク、白。青にしとこうっと。なんとなく。なんとなく綺麗。私、あのピンクあんま好きじゃないよね。体操中らしい。はい、どうされますか？帰りたいです。アイラ島に帰るんですね。はい、お願いします。ラシャ、では参りましょう。
バイバイ。あの、埴輪のかけらを埋めると埴輪ができるってことは分かったんやけど、埴輪のかけらってゲットできるのはツアー先だけやったっけ？その辺でも？なんかその辺いまいち把握できていないんだが。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかちょっとさ、あのコロボックル、私が庭先に置いとるコロボックルみたいな、あの置物とあと埴輪とかいろいろ組み合わせよったらさ、なんかすごい不思議な妖精の国みたいなんできそう。